こんにちは、アクアです。曲が始まる前に空打ち、しますよね。ちゃんと均等に叩けているか確認してたりします。ということで今回はアストロノーツの解説。難しさの割にノーツが少なく、細かいミスが命取りになります。難所以外は赤も出さないぐらいの気持ちで臨みましょう。早速最初の難所が来ます。解説します。三色階段から二色階段になるところで失速するという凄まじい配置。運指で解決しづらいので、意識をお伝えします。丸をつけた赤でブレーキをかける感覚です。どの曲でもそうですが、長い難所は区切って立て直すタイミングを作りましょう。一つぐらい運指案を出しておきます。赤青階段が苦手な人には、ありかもしれません。ただ、このトリルはジェネシスより遅いので、また違った難しさがあります。壁さえなければ両手でいけるんですけどね。あ、もちろんこの運指だと壁は左手で取ります。さて、サビまでは比較的おとなしいので、運指を組まずに押し切る方法について、語ろうと思います。基本的に、やらない動きは上手くなりません。程度は低難度でも鍛えられますが、速さについていくのは、腕や指の速さを鍛えるほかないです。ではどう鍛えるのかと言いますと、少しずつ選曲する曲の BPM を早めていきます。筋肉も鍛えればつくように、少しずつ負荷をかけると体が慣れてきます。少し無理するがポイントです。意識して選曲してみてください。さあここから3連ラッシュ。似た形が続くのでまとめて解説します。ここは攻防詞もありですね。解説入ります。ここからの3連は最後が同時なので、運指を組むのがほぼ不可能です。認識の仕方としては、階段を中心に見るか、赤同時を中心に見るかになると思います。どちらにしても、階段の勢いをうまく殺せないと、グダグダになりやすいので注意です。三連階段がボロボロな場合、おそらく指が均等に動かせていなくて、同時押しのようになっていると思います。そうすると全体的には早押しになってしまうので、視点を少し遅らせて入るようにすることでマシになることがあります。均等に叩けるに越したことはないですが、ご参考までに。次の譜面は、4回来るパターンで唯一、左手3連になるところです。意識はさっきのを反転するだけなので省きます。左右ひっくり返してしまうのもありだと思います。左手側は全押しでも大丈夫なので、とっさに青を押せないなら全押しで。3回目のパターンは1回目とほぼ同じです。抜けの同時だけ違うので、油断しないように。4つ目もほぼ同じですが、抜けが6連階段になります。赤ホールドがいやらしいですが、精度を稼ぐために2、1で分けるのもありです。私が相手になる。ここから難所が続くのでまとめて解説。解説入ります。この配置、苦手な方も多いみたいですね。拍ごとに区切るとパターンが見えてきますが、三連階段か攻防詞かという構成です。パターンの変わり目が必ず赤から青の指押しになっていますが、指押しで流すのではなく、しっかり叩き分けるつもりで叩く方がリズムキープしやすいと思います。どうしても螺旋階段が苦手であれば、真ん中のパターンは工夫できます。次のパターンはシンプルです。左手が弱ければ、常に2、1で分けて取るのもありだと思います。レバーをまたいで右手で左青を取ってみるのも楽しいですよ。お次は二重トリルからの階段です。二重トリルは頑張るしかないのですが、
三連階段の折り返しはきついので、外側の赤青で代用するのがおすすめです。赤青から始まる二重階段は、このようにトリルに変換できることが多いので、覚えておくと便利です。さあいよいよ最難所の攻略です。とりあえずランダと同時押しは分けて考えた方がいいです。ここで区切ると反転した配置にはなっているのですが、手前の交互が4つ単位なのに、突然5個単位になるので結構意識しづらいです。一応組めないこともないですが、これも難しいのでランダ慣れを推奨します。同時押しの抜け方にはちょっとコツがあります。後ろ2つが光っているので、2つ目以降の同時は全押しで大丈夫です。入りの赤緑だけは、全押しすると後ろの青を巻き込みますが、遅めにずらして全押しすることで、最低でもヒットは出なくなります。勢いで乗り切るのではなく、黄色ラインで貯めるようにして一気に押し切るのがコツです。どう見ても14プラスクラスの難所なので、ある程度の犠牲は仕方ありません。他で稼いで逃げるような気持ちで臨みましょう。ちなみに私の最難所の AD 通過率は1割程度です。ある程度の運営は避けられないかと思います。この辺は見た目通りに、ホールドは軽く押すと他の指を動かしやすいです。早い右手の階段は同時っぽくなってもいいと思います。4つで区切ってリズムキープ。32部はあんみつで。ほぼ見た目通りですが、後で意識について解説します。解説入ります。まずはこちらから。12部なのでそんなに速くないですが、片手に寄っています。交互でもそんなに無理なく組めるので、自信がなければ覚えてもいいかもしれません。続いてこちら。精度的には第2の難所。後半は同色階段のため、運指が組めなくなっています。最初のサビでも話しましたが、指が動かないうちは速くなりがちなので、入りの同時押し全部を遅めに入る意識をするとヒットが出にくくなります。赤ブレイクを減らしたければ、指を鍛えるしかないです。一応、前半部分はトリルに置き換えることもできます。階段よりマシという方は、試してみてはいかがでしょうか。最後はこちら。左手の抜けが三連階段からの壁と、なかなか忙しいので、最後の赤を右手にしています。ただ、右三連から始まる階段は実は、青緑赤を3回繰り返すだけなので、このように2、1で分けることができます。こちらの方が応用が効きやすいので、おすすめです。いかがでしたでしょうか。しっくり組む意識や運指が見つかれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。